どんなにですね、えー、注意深く性行為が行われても、まあ、避妊を、良い周到に避妊が行われても、妊娠という問題を引き受ける危険性っていうのが、実は女性にはあるんですね。まあ、生殖可能年齢って言いますけども、一般的には15歳から49歳。 この年齢の女性たちで性行為が行われる人であるならば妊娠という問題をですね避けるというのはとても難しいことです。というのは、まあ、数ある避妊法例えばコンドーがありますよね例えば経口避妊薬子宮内避妊具中にはもう子供いらないぞということで不妊手術を行うこういう不妊手術を行ってもなお実は妊娠というものを ゼロにすることができません。えー、世界、広しといえども、まあ、世界のですね、多数ある避妊の中で、100%確実な避妊法というものは存在しません。ですから、セックスをするということは、そういう意味での覚悟が常に必要なんですね。さてさて、えー、コンドームを使いました。例えば、コンドームがあー、まあ、想像もしないことかもしれませんけれども、破けてしまった。そして正義が漏れてしまった。 今度も使った。そしたら気づいたらですね外れていた中にはレイプされたこんなあ、まあ、事態にですね直面する場合もあるかもしれませんあるいはあまあ冷静に関係を考えていたけれどもアルコールのが入ったためにですねちょっと勢いでセックスしちゃった中出しをされてしまった、まあ、こんな時に緊急避妊という方法があることをね ぜひ知っておいていただきたいと思っています。そういう意図しないというか、そういう成功のですね、72時間以内に必要なお薬を服用することによって、妊娠する危険性を84%減らすことができる。こういう方法が、緊急避妊薬という方法であります。もし仮に妊娠経験がある、出産経験があるという場合には、 銅が付加された子宮内避妊具を装着することによって、この場合には性行為から120時間以内が可能なんですけれども、妊娠する危険性を非常に低くすることができるという、こういう方法、これが緊急避妊法という方法であります。しかし、そんな方法をもってしても、そういう方法をもってしても、実は妊娠は女性の体に起こる危険性があります。その妊娠が望まない妊娠、 意図しない妊娠計画外の妊娠であることは決して少なくありませんそんな時に私たちは人工妊娠中絶という選択をすることになるわけですけれどもどうぞ人工妊娠中絶は赤ちゃんんをを殺すすとととかここなな物騒な言葉を使うことだけはやめてほしいと思い思ます人工妊娠中絶は女性にとって、えー、まあ一つの選択肢権利であることを承知し そそしてての権利がが奪われることがあってはいけません一例を挙げましょう。もし仮にですねあなたの体に妊娠という現象が起こったとするでしょその妊娠が起こった、えー、その妊娠がいい状態で継続するために最も大きな役割を負っているのはどなたでしょうかこれは言うまでもありませんよね。あなたのパートナーでもなければそしてあなたのお父さんやお母さんでもありません。 あなた自身です。すなわち、女性の体の中で妊娠が起こるわけですから、その妊娠がいい状態を継続維持するために最も大きな影響力を持っているのは女性自身です。しかしその女性が、例えば心臓に患いがあるとか、あるいは妊娠を継続すると、まあそ、その他のですね、病気のためにあなたの命が奪われかねないというような、こういうような事態があったときにどうでしょうかあなたの 命が奪われるような事態が起これば当然ですけども妊娠は嫌をなく中断せせざるを得ませんそういう意味で妊娠をした女性の中には例えば経済的な事情のために妊娠を継続できないとかあるいは母体の健康っていいますけども妊娠を続けていく女性の健康を維持するために妊娠を継続できないとか中には 暴力や脅迫によって妊娠が起こるという例もありますそんな時にやむを得ぬ事情で人工妊娠中絶をせざるを得ないことがあることをまず自分自身の問題として考えてみましょう。そして、えー、中絶をする女性たちに対してもそういう理解をすることを忘れないでください。 人工妊娠中絶は、まあ、その選択肢としてとても悲しい選択になるかもしれませんけどもその選択を超えてさらにいい人生が生きられるようにそんなたくましさを女性には持っていってほしいしそしてその女性をサポートする、まあ、男性として優しさを保っていってほしいと僕は願っています。